ばいやばい。今日は初めて浦和駒場スタジアムの方に向かっています。さっきね、浦和駅のところでシャーレ君に会えたので、もうめちゃくちゃ嬉しかった。で、ちょっとレッドボルテージにも初めて行って、ついついフレンディアのぬいぐるみを買ってしまいました。最近お財布の紐が緩くてもやばいですね。ということで、今日はレディースの試合のゴール裏に向かいます。やっぱりレッズの旗がたくさんあって、浦和ってテンション上がりますね。あ、ちょっと多分あれだ、見えてきました、スタジアム着きました。帰宅してきました。結果なんですが、浦和レッズレディースが2対1で勝利しました。おめでとうございます。昨日 J リーグが終わりまして、なかなかね、男子の試合の方がちょっと不調が続く中で、こうしてレディースの方はしっかり3連勝を決めて、なんと今 WE リーグ暫定1位ということで、このまま勝ち続けてぜひリーグ戦優勝してほしいなと思います。で、結構試合の内容なんですが、激アツな展開となっていて、前半はちょっと 0-0 で終わったんですけれども、かなり得点しそうなシーンっていうのがありました。で、後半なんですが、まあ、70分にですね、 PK を獲得しました。清家選手が見事にゴールを決めて1点獲得となりました。で、その後にもう1点追加点をしたんですけれども、残念ながらオフサイドの判定になってしまって、点が取り消しになって、まあ 1-0 のままで進んだんですが、84分に広島に得点されてしまって1対1となりました。残りの時間が少なかったので、なんとか追加で入れてほしいと思いながら、本当にひたすらゴール裏は歌い続けまして、で、結果ですね、広島が決めたわずか2分後の86分にですね、島田選手が見事に1点決めてくれまして 2-1 となりました。そのまま試合は 2-1 で進んで、無事勝って終わることができました。やっぱ勝利って最高ですよね。もうで、しかもゴール裏に行って勝てるって、なんか本当に一緒に戦って一緒に勝ったっていう気持ちがより味わえるので、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。で、今日は久しぶりのゴール裏参戦だったんですね。9月のアウェーのセレッソ戦以来のゴール裏で、正直緊張していたんですけれども、やっぱり馴染みのちゃんとをしっかりみんなで歌うことができて非常に気持ちよかったですし、私たちのちゃんとに合わせて指定席の方々も一緒に手拍子してくれたりとか、サポーターが一体となって応援している感じがあって、すごくいい雰囲気になっていたんじゃないかなと思います。あとね、試合前のコールリーダーの言葉もすごく響いて、ただちゃんとを歌ったりとか声を出せばいいっていうわけじゃなくて、やっぱり一緒に勝ちたいっていう思いを届けてほしいっていうことで、もうまさにその通りだなと思って、ひたすら勝ってほしいって思いながら全力で歌って飛び跳ねて、結構私も足が今パンパンで本当に疲労困憊な状態となっております。で、
今日の入場者数が1999人と、あと一人で2000人っていうところで、まあやっぱりなかなか人数は少ないんですけれども、しかもちょっとこれから寒くなってくるので、やっぱり外に出るのが億劫だっていう人もいるかもしれないんですが、女子は女子で熱い試合が繰り広げられているので、ぜひ現地に足を運んで応援を一緒にできたらなと思っています。そして今日はですね、フレンディアさんが増えましたので、夫婦が揃いました。やっぱね、浦和ってすごい行くと、ザ・サッカーの街っていう感じがすごくあって、ああ、いい街だなと思って、本当に改めて住みたいなと思いました。このチャンネルでは引き続きサッカーの観戦 Vlog であったり、あとは初心者向けのガイドとか、これまでのシーズンの振り返りとか、いろいろ載せていこうと思うので、ぜひぜひ気になる方はね、チャンネル登録をして見ていただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったと思ってくださった方は、ぜひ、いいねボタンもお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。